WXY ジェット。どうも、チョコレートソングカーズのハルキです。メインです。どうすんだよ。えあ、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 はい、言ってました。はい、言ってました。早く来ました。教会とか行くのは教会とか行くのは、こっちだ。じゃあ、あ、変じゃない、フニャえ、ってよ。あ、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 変じゃない、フニャ。扇風機やな。教会とか行くのは扇風機やな。レインボーブリッジ。レインボーブリッジだな。レインボーブリッジ。恐竜さんよ。恐竜さんよ。UFO さん。UFO さん。UFO。UFO さんよ。トラッキーとか。はい。というと今回はこちらフィンガースピナーを紹介していきたいと思います。なんでその感じは思います。思います。よろしくしてもいっけ。これはですね、この高性能ベアリングの ABIC3 相当最長回転時間3分以上というわけで誰だよ。まあ今のところ、まあ見た中では最強のハンドスピナーかなと思ってるものでございます。うん、開けますか。開けますか。入ってたものはフィンガースピナー本体とこのね持ち手の部分がね別々で入ってます。おいおい、投げるな投げるな。え、これがねダセー、致命的に。もうだってフィンガースピナーって書いてあるもん、ここに。書いてあるのかな。ダメやな、これ日本製のよくやるから、その1ダサい。すぐ自分のメーカーの同じ入れたがるから、こういうとこに。はい、こんな感じ。回さんでいいな。これカラーバリエーションは赤と青と白と黒があるんですけど、まあイメージカラーの青を買ってきました。いいね、かっこいいな。真ん中さえなかったら、そう、真ん中のこれさえなければもうかっこいい、うん、じゃあ回しますか。うん、先いいっすよ。やった。ファーストリアクションをいきます。わー、ね、多分今動画の前の前のこの方々に笑っていただけてるから。あ、ちゃんとみんな笑ってる。うん、うわ、守る、めっちゃ守るな。めっちゃ守るっすね。めっちゃ滑らか。めっちゃ静かなんですよ、このやば。ベアリングがいいらしくて、今までさ、この三角形、うん、この一般的なさ、やつやん、うん、標準的なね、標準的なハンドスピナーの中で一番回るわ、うん、そうなんだよ、うん、やべ。しかも結構この形好きな人多い。わかる。ノーマルなやつが一番好きって人が結構多い、うん、すっげーよく回る、これやべ。ブレもね、ほぼなくてベアリングもすごい。測りますか、じゃあ。うん、時間を。鬼滑らかいな。スマホ持ってきまーす。じゃあね、早速測っていこうと思います。はい、せーの、もう一回、せーの。はーい、2分35秒微妙やな。もう一回行こうか。もう一回行こう。本気で回すわ。1回目2分35秒半。レディーゴー。あ、これ来たかもしれない。これはなかなかよろしいや。わーわーわー、あ、3秒いく。あ、無理。わーわー無理や。言葉にできない。まだ待ってな。えっ、2分55。もうちょっと。はい、というわけで今回はですね、こちらのフィンガースピナーを紹介していったんですけれども、まあ、間違いなくこの三角形の形状の中のハンドスピナーでは最強と言っても過言ではない、うん、もうね、とりあえずなんかね、回した感じが気持ちいい、うん、めっちゃ滑らかで、まあ記録もまあ3分ぐらいいくと、うん、本気で回して3分、まあ、十分だな、3分弱いけば、うん、まあでも若干ここね、くぼんでる、うん、くぼみ具合はちょっと微妙な感じなんですけど、一応くぼんでるんでトリックも一応しやすいかなという感じですね。うん、何よりまあ国内で作られてるというだけで安心というか手に入りやすくね、
まあ性能もそこそこいいというわけで、若干値段高め1600円ぐらいでメガハウスさんから出ております。というわけでございました。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイ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 。ここなんか動画では仲良くしてるけど終わった瞬間こう仲悪くなるやつみたいな。バイ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 。もうちゃんとコメントしろよ。お前だみたいなね。みたいなね。